こんにちは、サンロードの花園です。皆様、朝食はパン派ですか、ご飯派ですか？私はですね、最近朝はカップそば食べております。ということで、本日はですね、こちらキューピーのパン工房シーチキン&マヨご紹介したいと思います。こちらですね、シーチキンと玉ねぎなどをですね、マヨネーズで和えた商品なんですけども、食パンをトーストされる時にですね、その食パンの上に、こちらのですね、パン工房のシーチキンマヨをですね、塗っていただいてトーストしていただきますと、これがですね、美味しくお召し上がりいただけます。またですね、食パンの上にこちらのシーチキンマヨを塗っていただいて、その上にですね、とろけるチーズを乗せていただいて、これ焼いていただきますと、これもですね、とっても美味しいピザトーストが出来上がります。またですね、茹でたサラスパにですね、こちらのシーチキンマヨをあえていただくだけで、簡単にですね、美味しいスパゲティサラダが出来上がります。手軽にまた簡単にご利用いただけるこちらのですね、キューピーパン工房のシーチキンマヨ、ぜひ一度お試しいただければと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければグッドボタン、あとチャンネル登録お願いいたします。まだこちらとこちらの動画もですね、よろしければご覧いただければと思います。コメントやですね、 LINE アットマークでのコメントもお待ちいたしております。それではだんだんなー。